はい、今回はですね、2025年の公立高校入試対策ですね、の数学で基礎計算と小問集をまとめたね、シリーズもの動画の第14回目で、どこをやっていくかっていうと、大阪ですね。大阪の A 問題っていうのと、あと B 問題をね、やっていこうかなと思います。C 問題はちょっとまた別撮りしてね、上げていこうかなと思います。それじゃあね、ちょっと見ていきましょう。まあ一番最初、普通の計算問題ですよね。6、マイナマイナ1なんで、プラスで、かける2なので、1番のカッコ1は6たす2になって、答えが8になりますよね。うん。で、次に9割るマイナス4分の3なので、2番は9かけるマイナス3分の4っていう形にしてもらって、答えがマイナス12っていうふうに出ればいいかなと思いますね。うん。で、次3番ですね。うん。カッコ3番は5の2乗なので25。で、プラスマイナスの15だから、マイナス15で答えが10っていう形になりますよね。うん。で、もうちょっと大きくしようか。画面小さいといけないので、はい。で、次ですね。4番は、これはカッコを外しながら解いていく問題ですよね。カッコ4番は、X、なんか字で悪いな。マイナス3プラス 4x プラス4なので、5x プラス1っていうふうに答えが出ればいいですね。次はまあ普通に掛け算なので、括弧5番は 6x の2乗 y というふうになってますよね。うん。で、括弧6番。6番はこれ、ルート8っていうのは2ルート2になりますんで、6ルート2マイナス2ルート2で、6引く2で4ですよね。ですから、4ルート2っていう形で、まあできればいいかなと。で、これはね、本当に基礎なんで、まあ全問ね、間違えずにやってほしいなというところです。で、2番の方に行きましょうか。これ、今ね、近づいちゃうので、適当に。宣伝がてだ。ね。入れてきます。2番のカッコ1ですよね。2番のカッコ1。A イコール6の時の、3A マイナス5の値を求めると。3×6 で18引く5だから、これ13になりますよね。うん。で、マイナス 4.8 より大きく、2.2 より小さい整数の値を求めようと。そうすると、まあ、上げていくとね、整数なんでね、マイナス4、マイナス3、マイナス2、マイナス1、0、1、2と。そうすると、1、2、3、4、5、6、7個ですね。なので、括弧2番の答えは7個。っていう風になりますかね。うん。で、カッコ3ですね。次の A から A の式のうち、重さが A キログラムの荷物1個と、重さが B キログラム1個の重さの合計が5キロより、重いという数量関係だから、A プラス B は5よりも大きい。っていう、これになりますよね。なので、イになりますね。カッコ3番はイになります。カッコ3番はイと、ね。で、連立方程式ですね。連立方程式、ちょっと引きましょうか。そうすると、2y がね、同じ大きさなんで、加減法で、x、プラス 2y イコール15の 5x プラス 2y イコール11で引き算すると y が消えてね、マイナス 4x の
4で x イコールマイナス1と、 x がマイナス1なんで、y はこれ8になりますかね。うん、なんでまあこんな感じで答えが出ればいいかなと思いますね。で4番が終わって、大問の2の括弧5の方を見てきましょうか。括弧5は2つのサイコロを同時に投げるとき、出る目の積が6である確率はいくらですか。1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとして答えなさいと。これかけた結果が6ってことは、6になるにはまあ1×6か 2×3 しかないんですよね、整数で。整数で出るのは。そうすると、まあ、組み合わせとしては、1661と2332っていう、この組み合わせ、4つの組み合わせしかなくて、サイコロの2つの目の組み合わせって36通り分の4だから、36分の4なんですけど、約分して答え9分の1になりますね。括弧5番は。うん。で、括弧5番が終わって、次のページですね。で、大問の2はですね、A 面なんですかね。は、このまだ括弧6から括弧10の202までありますんで、そこまでちょっとやってきますね。あんまりゆっくりやってると、なんか長くなりすぎちゃうかな。ちょっと急ぎますね。はい。A を正の定数とすると、次の A から A のうち関数 X 分の A のグラフの一例が示されているものはどうかっていう、これまあかけて正なんで U ですよね。なので6番は U が答えになりますね。うん。でお次ですね、二次方程式 X の2乗マイナス9プラス14イコール0ときなさいと。これまあ因数分解してあげましょうか。マイナス2と x マイナス7になるから x イコール2と7っていうふうになりますよね。で次ですね、括弧8、ある工場で生産された製品 A がたくさんあると、それらのうちから400個を無作為に抽出して検査したところ3個の不要品が含まれていた。標本調査の考え方を用いると、この工場で生産された5000個の中に含まれる不良品の個数はおよそ何個とか推定できますか。答えは小数第1位を四捨五入して整数で答えることと言ってるので、まあ5000個あって400のうち3個って言ってるから、まあこれで計算していけばいいわけですよね。0 2つずつ消して4で、これが25の2だから、まあ2分の75になるので、ってことは75割る2ってことはどういうことかっていうと 37.5 っていうふうになりますよね。そうすると四捨五入して整数で答えろって言ってるから、まあ、38個っていうふうに答えが出てくればいいかなと思います。でお次いきますね。はい、括弧5、あ括弧9ですね。ミノ図において M は関数 Y イコール AX 次乗を表すと、 A は M 乗の点であり、その座標はマイナス4号である A の値を求めよう。まあこれ代入してやるしかないですよね。そうするとマイナス4の2乗で 16A で5だからA イコール16分の5っていうふうに、まあ、すぐに答えが出るかなと。うん。Y イコール X 次乗のに代入してね、計算すればいいだけですからね。うん。で、見ていきましょう。右の図において立体 ABCDEFGH は直方体であり、AB が6、AD が5、AE が7である。CF、CH、HF、H をそれぞれ結ぶと、こういうふうな感じですね。
次の A から A のうち AB と平行な辺はどれですか？ AD 平行じゃない、BF、BF 平行じゃない、FG、FG 平行じゃない、HG 平行だから A ですね。10の丸1は A と。で、立体 CGHF の体積を求めると。三角形で2分の1、錐で3分の1すればいいので、そうすると、5×6×7×2分の1の3分の1っていうふうになるので、まあ、この2つで6が消えて35。なので、体積なんで35。立方センチメートルって答えかければいいのかなっていう感じですね。まあ、括弧10番はそんな感じでね、終わるかなと思います。次 B 問題。B 問題もちょっとやっていきましょうか。ちょっと待ってくださいね。大阪まとめてあるので、さあ B 問題はちょっとまたペースアップしてやっていきましょう。C 問題も取るっていうのはね、ちょっと大変だと思うんで。で、A 問題の方はですね、これもまあ指数の計算が最初入ってますけども、マイナス1の2乗ってことはそのまま1ですよね。ね。で、1でマイナス 2×3 でマイナス6だから答えマイナス5になりますと。で、括弧外してきます。3x-27y+4x+28y、7x のプラスの y というふうに答えがなるかなと。で、3番ですね。これマイナスついてるから全体マイナスですね。マイナス 4a 分の 2b かける6a 次乗と a が1個消えて2が2の1の2の3ということでマイナス 3ab というふうに答えが出れば OK です。で、お次ですね。4番。これはもう展開して解いていくしかないです。x の2乗マイナス9と、マイナス x の2乗プラスの 2x と。そうすると、2x-9 と x の2乗は消えちゃうんでね。で、次ルートの、展開ですね。7と8で15ですね。で、プラス4ルート14っていうふうに、まあ計算内してくると暗算でできるかなと思うんですね。で、お次ですね。マイナス A。A イコールマイナス3、B イコール4の時ですね。まあ、代入して解くしかないですよね。2の括弧1と。で、3と8なんで、マイナス24ですね。で、プラスの4c 16と。そうすると、マイナスの8っていうふうに答えが出ますかね。で、次ですね。A を負の数、B を正の数とすると、次の A から A の式のうち、その値が常に正となるものですね。を一つって言って、かけたら負になっちゃいますし、足したらまあ、プラスになるかマイナスになるかわかんないですよね。で、これだと負の数になっちゃうので、常に正になるのはこれ、A しかないですね。括弧2は A になりますね。逆だ。A じゃなくて U だ。A が負か。ね。なんで、U ですね。で、括弧3。二次方程式。これはまあ、解の公式入れてあげましょう。X イコール2分の7。プラスマイナスルート49マイナス20ってことは x イコール2分の7プラスマイナスルート29と
いうふうになればいいかなと思いますね。ちょっと見えないかな。ああ、手置いとかないとちらつくんだよね。で、カッコ3が終わってカッコ4と。n を自然数とするとき、ルート 44n の値が自然数となる最も小さくなるのは、これはまあ、44っていうのが、2の2乗をかける11なんで、この11をかけてあげればいいから、n イコール11が答えになりますね。まあ、ここら辺はさっくり言ってほしいところですね。ルートの考え方が分かってる方だったらサクッといっちゃうかなというところですね。で、あとは2ページ目ですね。よいしょ、ちょっと待って、ちょっと足がしびれてきた。ちょっとこれまた違う紙用意してそこに書いていきましょうかね。で、カッコ5。2から6までの自然数が書いてある5枚のカード。23456が箱に入っていると。この箱から2枚のカードを同時に取り出し、取り出した2枚のカードに書いてある数の和を A、積を B とするとき、B-A の値が偶数である確率はいくらですかと。どのカードも取り出せることも同様に確からしいものとすると。で、まぁ、ちょっと見ていきましょうか。これね、同じものは同時に引かないんで、23456と。ね。で、23456と。で、ちょっとクロス表を作ってあげてですね。で、これ同じ数は取らないんで、まあ、ここはちょっと斜め線と。で、この上側の方を、和、まあ、足し算の結果ですよね。5678と。で、789と。で、9、10、11と。で、こっち側を積としましょうか。で、6、8、10、12と。で、12、15、18。で、20、24。で、30と。で、こことここ、要するにその裏になってる部分ですよね。こことここで計算したときに偶数になるか、奇数になるか。5引く、なんだっけ。積引く和だから、5引く6だからこれマイナス1になっちゃうから、奇数ですよね。で、次に6、違った。8引く6か。8引く6なんで、これ2だから偶数になりますよね。で、10引く7は3だから違うと。12引く8は4だよね、と。で、次に、12と7、これまあ奇数ですよね。15と8も奇数で、18と9も奇数と。で、20と9が奇数で、24と10が偶数と。そうするとこれ10個のうちの、まあ、これ、あれですかね、奇数と偶数、じゃなくて、和と積でやってますから、そうすると10通りの計算があって、3個が偶数だから10分の3だよね、と。まあ、こんな感じでできれば OK です。で、お次ですね。右の図において三角形 ABCDE。ABCDE。これなんかもう書いちゃってるな。一回消そう。CDE は円王上の、円王上の周、円王の周上の異なる5点であり、この順に左回りで、回って、並んでいると。
線分 AC は円 O の直径であり、A と E、B と E、D と、B と D、C と D をそれぞれ結ぶと。各 AEB、AEB の大きさを A 度、ここを A にするって言ってるんですね。あれ、うまく出ないな。A 度とするとき、各 BC、BDC、ここですね。ここを、の大きさを A を用いて表せと言ってるんですね。うん。で、どういうふうに表すかっていうと、これはですね、同位角を使って、まあさっきもちょっと引いてあるんですけど、EC ですね。そうすると、この BDC っていうのは BEC と同じ角度になって、これ直径からできる円周角だから、角 AEC っていうのは90度になるんですね。だから90マイナス A でここが出るよねと。で、それはここと同じ大きさですよねと。だから、括弧6の答えは90マイナス A で、まあ、答えは出ますよと。まあ、90度マイナス A 度でもいいですけど、うん。まあ、90マイナス A ですよね。うん。で、次ですね。袋の中に赤色のビー玉だけがたくさん入っていると。この袋に青色のビー玉を80個入れてよく混ぜた後、30個のビー玉を無作為に支柱したところ、4個の青色のビー玉であったと。標本調査の考え方を用いると、袋の中にはじめおよそ何個の赤色が入っているかと。そうすると、わからない80入れました。30のうち、赤が26、青が4だよっていうことをやったんですね。で、あとはもうこれ計算するだけですよね。そうすると、x イコール4分の80かける26と。まあ、こうなって、x イコール520ですかね。なんで、520個っていうふうに出れば OK ですかね。うん。最後ですね、括弧8いきましょうか。右の図において、m は関数 y イコール4分の 7x 次乗と、のグラフを表し、l は y イコールマイナス 2x マイナス1のグラフを表すと、a は m 乗の、点であり、その x 座標は正であると。A の X 座標を T で T が正とすると。で、B は、A を通り Y 軸に平行って言ってるから同じ X 座標を取るってことですよね。X 上の交点であると C は直線 AB と L との交点であると。線分 BC の長さが AB の長さより1センチ長い時の t の値を求めなさいと。答えを求める過程が分かるように、途中の式を含めた求め方も説明することと。ただし原点から10までの距離、原点 O から01までの距離をそれぞれ1センチメートルであるとすると。で、まあ1センチ長いように、計算で求めろって言ってるので、まず、A の座標っていうのは、A の座標、座標は T の4分の 7T 次乗。で、B の座標っていうのは T0 だよねと。で、C の座標っていうのは、t の、
これですよね。マイナス 2t マイナス1と。で、AB。B の長さ。っていうのは、4分の 7t 事乗になりますよね。4分の 7t 引く0って、まあ、4分の 7t になっちゃうんで。で、BC の長さは0引くマイナス 2t マイナス1だから、これが 2t プラス1になるよね、と。で、この時に、どこだ。AB の長さより、BC の長さが1センチ長い。こっちが1センチ長いって言ってるんですよね。ってことは、4分の 7t 事乗プラス 1? プラス1イコール 2t プラス1っていうふうになるはずだと。そうすると1が消えて、4分の 7t 事乗 2t イコール0。で、7t の2乗マイナス 8t イコール0。t カッコ t マイナス、あ、7t か。7t マイナス8イコール0っていうふうになるよね、と。そうすると求める t の値、t はちょっと0は不可なんで、そうすると7分の8っていうのが答えとして出るかな、と。まあ、あとはね、文字でちょっと補足してあげればいいのかな、と。思います。まあ、説明文はちょっとね、書いてあげてくださいね。今回はね、大阪のですね、A 問題、B 問題、この2つの大問の1、2ですね、基礎計算と小問集合の部分の解説を行いました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると、次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。